はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうも箱間にちゃいすぎです。はい、なんか音消えてたよね今BGM で書き消されてると思いますけどね。もう3、2、1までねずっと無音でしたね怖い怖い怖い。さあとりあえず C へ向かいます。うん、ショー、オッケー。さあ狙え、私を狙え、狙うがいいさ。これがアレックスの力。痛い痛い、狙わんといて。耐えるしかない。うわバズが強いねやっぱ。ね、これ C 脇でいけるぞ。ミスったらこれ3番機のとこで分けばよかった。待ってるデュエル、倒したし強え強いじゃないですか皆さん。さあ横を取る、バズーカ打っておく、横角、もう一丁。オッケー、さあ D をもらった、ちょっと回復、ダッシュ、よしいけるぞアレックス。さあ10番機が来た。油断したね、あの豆鉄砲に油断してしまった。くそ、よしよし来るでしょ、ディナメスあたり。痛いなんか来た、なんか来た、あーファネル君か。皆さん狙われております。私ぶっ飛べ、 NO、 厳しいね、遠距離から狙われて近距離ではファンネルで狙われる。ここは敵さん倒す方が先かな。お疲れ様です。いいねアレックス。はい、ということでね、なんだろうな、孤立してた感じが後半ね、前半は結構わちゃわちゃしてたんですけどね、味方さんと。後半なんか一人で
うろうろしてたら絡まれたね。はい、ということでいつも通りの3ですでございます。 ありがとうございます。そうだね、ヘビアさんいいアシスト、まあニューガーさんもねいいアシストなんですけど、まあ取れて当たり前だよね、パネルあるし。敵さんはもうデュナメスだよね。いい動きすごいね。なんか支援的な動きでしたよね。隠れながら自分がねチラッと違うところを見た時に後ろからズバン、いいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。